りと握手を交わします両雄。さあ坂口さん、はい、ついに選手権として実現しましたね。そうですね、もうこうブラジルでね、これだけの大観衆の前に、ね、もうこの一番ね、本当ね、はい、もう本当日本のねプロレスのファンの人はもうたまらないでしょうね、このカードはね。そうですね、まあ坂口さんもですね、アンドレとはシングルで5回戦いましたがね、はい、いつも前線しながらもあのパワーに敗れてしまうという。そうですね、もうこの前よりね、また一段と大きくなったしね、力もね一段とついたみたいですね。そうですね、まあ、あの大阪でしたか、北米タッグ選手権、はい、パンチ一発で坂口さんのちょうど鎖骨の上のあたりすりむけましたね。そうですね、本当ね、もう壊されるんじゃないかと思いましたね、あの時はね。ヘッドロックのチャンピオンアントニオ猪木、挑戦者アンドレ・ザ・ジャイアント、無制限一本勝負です。当初アントニオ猪木は60分一本を主張、そしてアンドレが無制限一本を主張したのでありますが、挑戦者のこのアンドレ・ザ・ジャイアントの意向を受け入れましたチャンピオンのアントニオ猪木、無制限一本で受けております。無制限一本ということは非常にチャンピオンにとりましては不利であります。まあ、坂口さんね、試合前に猪木さんが語ったんですがね、60分という一つの枠があればですね、場外に誘い込んで時間を稼いだり、あるいは場外乱闘で、時間をタイムリミットを考えながらですね、その試合の駆け引きができると、そう語っておりましたがね。そうですね、ある程度のスタミナも配分もできますしね、3本勝負だったら60分ですが、はい、まあ、戦術も立てられますけどね、無制限って言ったらね、もう10分で勝負時間もわからないしね、そうですね、時間かかるもわからないし、時間かかるかもわからないですからね、本当、戦術の立てようがないぐらいですね。まあ、このアンドレがデビューしてからですね、完全にそのアンドレをコールした人は一人もいないということなんですがね。そうですね、リングサイド観戦中の小野田博夫さん、真剣な眼差しでこの両雄の対決を見ております。まあ、小野田さんがですね、はい、今日この会場に来てプロレスを初めて見るそうなんですよね。日本でもですね、テレビがあったんだけれども、そのプロレスは見なかった。しかし今日第1試合からずっと見ているとプロレスというのは非常に迫力があるなとさっき言ってましたかね。そうですね、じっと見てたらね、もう体乗り出してね、ご覧になってますね。さあヘッドロック、アンドレ・ザ・ジャイアント、これは苦しいチャンピオンのアントニオ猪木です。まあ、こういったただのヘッドロックではなくてですね、大きな揺さぶりか、ネックブリーか、そして、背筋を攻めますね、この人のヘッドロックはね。これは首をになりました、ネックビーカードロップ、ガチューとヘッドロックに抑えてそのままフライングメアの体勢、首を離しません。こういった体勢からネックブリーカー、ジャイアントならではの攻撃です。アントニオ頑張れという声が飛んでおりますリングサイド。チャンピオンのアントニオ猪木、15,500人、超満員のサンパウロコリンチアパウリスタスポーツセンター、レフリーミスター高橋です。ボサボサの髪を振り乱しまして威嚇しますアンドレ・ザ・ジャイアント、がっちり手四つの体勢に入りますが猪木が嫌いました。チャンピオンの猪木が嫌います。ですね、このジャイアントですね、はい、ここ2年先ほど話されたようにね、誰も勝った人いないんですよね、世界中の、もうあれは本当ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアですか、もう世界中回ってますからね。だから今世界中のレスラーでね、誰が彼をねゴールするか、まあ話題になっているんじゃないですかね。まあ今日猪木さんが一番のそのチャンスを持ってるんですけどね、ぜひもうゴールでねやってもらいたいですね。チャンピオンのアントニオ猪木、ストンピング、バックにストンピング、グラスク、ジャイアント、さあナックルパート、さあヘッドバットを来い、ノーテンからヘッドバット、これは苦しい。坂口さんも何回も食ってますね、この手は。もう頭の上から来ますからね、
通のヘッドバットと違いますから、ね、そうですね、一瞬意識が朦朧とするそうですね、はい、さあ今度は首締めです。チャンピオンのアントニオ猪木、口の間から血が滲んでまいりました。バックを襲います。アンドレ・ザ・ジャイアント、世界の大巨人です。全世界のレスラーの恐怖の的になりました、アンドレ・ザ・ジャイアント。プロレスのメインストリートと言われますボストン、あるいはニューヨーク、このニューヨークのマジソンを中心にいたしまして大活躍しておりますアンドレ・ザ・ジャイアント、 NWA、NWF、AWA、3WF と非常にどのエリアでも大旋風を巻き起こしますこのアンドレ・ジャイアント、今や無冠の帝王、無冠の王者と言われます。今度はチャンピオンのアントニオ猪木が苦しい対戦になりました。非常にラフな戦法も身につけました挑戦者アンドレ・ザ・ジャイアント。セコンドのフランク・バドワが先ほどから指示を与えております。まあ、坂口さん、このフランク・バドワは非常にクセモノですよね。でも聞いてるみたいですね、ジャイアントもね、バラの言うことをね、いちいちね、うなずいてね、だから本当もうリングの上でね、アーシラ構成ともうやるだけでね、別に考える必要ないですからね。まあ、このフランク・バロワーが指示を与えると必ず振り向いて、ね、真剣な表情で聞いてます ね。さあ持ち上がるか、猪木持ち上がるか、203キロ、これはちょっと無理か。アンドレは腰を落とす、またバックに回って、今度はフライングメイヤーの体勢だ。さあ投げることができるか、逆に持ち上げた、そしてフライングメイヤー、フライングメイヤー、アームロックです、アームロック、すぐさま体勢を入れ替えました。体勢有利アンドレ・ザ・ジャイアント、ハンマーロックです。あのグローブのような手で猪木の手をがっちりと掴んでおります。さあまたフライングメイヤーの体勢ですが、今度はハンマーロックがかかっています。さあまた今度はロープ、ジャイアントはロープに捕まりました。ああいうところはね、本当、なかなかうまいですね。そうですね、バロアがね、何か今言ってましたけどね、うん、まあロープをつかめつかめとかね、本当うまいですね。まあ同じことは二度はないっていうね。そうですね、15日にブラジル入りしましたアンドレ・ザ・ジャイアント、大変な人気を各地で呼んでおります。まあ、空港に着いた時もそうでしたが、街頭でですね、プロレスファン以外の人もみんな寄ってきましてね。そうですね、握手攻めありましたね。そうですね、もう飛行場にはテレビ局ですか、はい、テレビ局は3局か来てたしね、新聞社もほとんど来てましたしね、はい、まあ夜は3つのテレビですか。そうですね、もうスタジオでね、もう本当回り回されてね、自分たちも、行ったんですけどね、本当すごい人気ですね、こうブラジルの、まあ、プロレスの人気というのはね。そうですね、まあ、力道山がこのブラジルに行きましてすでに15年経つわけなんですがね、はい、その間にあまりプロレスというのは興行されなかったんですが、やはり猪木選手が来るということで大変な人気を巻き起こしましたね。聞いたんですけどね、この自分たちの試合をね、何回か放送あったらしいですね。そうですか、なるほど。まあ、これまでジャイアント坂口誠二、この組み合わせの放送とか、それから猪木、ジョニーパーとか、そういったところの抜粋をですね、PR 用にこちらに流したことがありますので、みんなそれ見てるんでしょうね。そうですか。さあナックルパート、チャンピオンナックルパート、大きな拳を振り上げる挑戦者のジャイアント。さあバックに回る猪木が側面から、さあ前から外した、外した、チョークです、チョークです、コーナーに追い詰めたナックルパート、大きな拳、大きな鉄拳が飛ぶ、これは苦しいチャンピオンのアントニオ猪木、前からのヘッドロック、揺さぶり、揺さぶりだ、ジャイアントの揺さぶり。まあ、このジャイアントという人はですね、非常にユーモアもありますね。まあ、街頭でですね、全然知らない人が、You are プロレスラーかと聞いた時にですね、自分は K1
馬のジョッキーだと言ったそうですね。競馬のジョッキーと言いますと、まあ、大体、50キロ前後の人は多いんですがね、50キロと言いますと大体4人半分ですか、5人分ぐらいですね。まあ、馬の軽い馬と大体同じぐらいの体重ですからね。ドロップキックです。チャンピオンの猪木ドロップキック。さあ、これチャンスだ。ドームに挟まれた。チャンス、チャンス。館内から大歓声。大きくロープに挟まれましたアンドル・ザ・ジャイアント。チャンピオンストンピングです。拍手が沸き起こります。コリンチャンサンパウロスポーツセンター。この NET テレビの放送席の隣はサンパウロ11チャンネルテレビガゼッタの生中継が行われております。大巨人アンドル・ザ・ジャイアントが挟まれました。向こう側でドープを締めますチャンピオンのアントニオ猪木。サーブライうまくかわした。よく見ていました。今度は向こう側のドープに挟まれました。チャンピオンの猪木チャンスです。猪木はチャンス。ストンピング、猪木のストンピング。ますね、そうですね。自分ジャイアントも弱ったみたいですね、ジャイアント攻略のチャンス。チャンピオンのアントニオ猪木、足にタックル、足にタックル。さあ、足を引きずることができるか。チャンピオンの猪木バックに回った。ダウンを取った、ダウンを取った。猪木ダウンを取る。さあ、フォールに持っていくのか。これを返すのが大変。チャンピオンの猪木、まあ、猪木選手のインディアンデスロック、ジャイアントに聞きますか。ですかね、まあ、やったことないんじゃないですか。そうですね。さあ、デスロックのチャンスですね。ですね。デスロックのチャンス。そしてフォアアンドロー、弓矢がためのチャンスだ。フォアアンドロー、フォアアンドローは入るか。フォアアンドローに入るか。しかしジャイアントは動かない。さあ、動いた。バックブリーカー、フォアアンドローになるか。弓矢がために入るか。持ち上げることは非常に困難。今度は打線をつけた。さあ、持ち上がるか。しかし重い。203キロは重い。さあ、持ち上がるか。これは猪木の足が苦しい。猪木の足が潰れる。ちょっと無理みたいですね。そうですね。まあ、坂口さんもこの弓矢固め非常に得意なんですが、非常にこれはタイミングがうまくいきませんとね。もう最初今ちょっと失敗しましたからね、やはり2回目警戒されますからね。そうですね。もちろんこのデスロックがね、いいじゃないですかね。これでもう少し足を攻めてね。さあ、猪木のインディアンデスロック、猪木のデスロック。館内の歓声にこうするか。さあ、2つ入った、2つ入りました。苦しそうな表情アンドル・ザ・ジャイアント。世界の大巨人、この大巨人を攻略することができるか。チャンピオンのアントニオ猪木、9度目の NWF 世界防衛戦です。さあ、チャンスです。館内からチャンピオンアントニオ猪木、猪木頑張れ、アントニオ頑張れという歓声が飛んでおります。苦しそうなジャイアント、ロープに逃れました。まあ、猪木選手がですね、まあ、このサンパローに来ますと第2の自分のふるさとですからね、非常にその応援の重圧というのは精神的に作用すると、そういうふうに言ってましたね。絶対に負けられない一戦であるからと。はい、もう本当ね、日本でもそうですよね。そうですね。そういうふうにね、ルイさんも十分こう頑張っていきたいですね。もうぜひともね、もう自分の大事な故郷で応援するんだってね。それもジャイアントをね、ホールして、まあ、2年ぶりですか、初めて自分がホールするんだとね、十分頑張ってましたけどね。そうですね。まあ、猪木選手も15日にサンパウロ入りしたんですがね、まあ、坂口さんと一緒に昨日テレビ局3つ回りまして、まあ、あの夜のナイトショー出演したわけなんですが、まあ、大変な人気でしたね。ベアハックです。ジャイアントベアハック、パンチで返す。猪木はパンチで返した。下から突き上げました。ナックルバート顔面を抑えます。抑える。ジャイアント耳のあたりを抑えます。バロアが差し出してますね。ちょっと
選手もですね、中間一発入ったあのストレートで、まあ、足がふらついて敗戦の局面にあったわけなんですかね。さあ18問です。世界一の大足18問炸裂ロープに振る。また18問返した。チャンスだ。ロープの上段登る。ロープの上段登る。さあチャンスだ。大きく放りました。大きく放りました。ジャイアンツソーセージ、これは外しました。ジャイアンツソーセージ外した。猪木も立てません。ジャイアントも立てない。猪木は立つ。猪木は立つ。さあチャンスだ。チャンスだ。ジャイアントも立つ。猪木も立つ。さあ熱狂的なファン、ドロップキック、ふらつく。ジャイアントがふらついた。ニュートラルコーナー、コーナーマット、コーナーマットだ。さあ足にタックル、左の足にタックルだ。さあこれは危ない、危ないぞ。ジャイアンツインカー、レッグブリーカー、レッグブリーカー、ジャイアントレッグブリーカー。これは強烈です。これは強烈。203キロが猪木の左の足にかかりました。最近はこういった大技から小技、非常に使い分けますね、ジャイアントは。まあ、この体重が乗っかっては大変ですよね。スタミナもね、本当にありますね。まあ、弱ってるみたいですけどね、なかなか今みたいにね、攻撃の時はどん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 攻撃してきますしね。過去8度の対戦の中で、これが最大の危機であると語りますアントニオ猪木。今リングサイドから小野田博夫さんがこのジャイアント猪木戦の表情をカメラで収めています。カメラを持ちました小野田さんが驚嘆の眼差しで猪木ジャイアント戦をカメラに収めています。さあローテンからヘッドバット、これは大変だ。もう一度、背が低くなるんじゃないですか。そんな感じがしますね。頭の真ん中だからね。外しました。猪木が外した。今度は手にストンピング、肩にストンピング。さあチャンスです。チャンピオンの猪木、チャンス。猪木はチャンス。腕を決める。アームロック、アームロック。さあ膝に足をやるが汗で滑る。さあ乗っかった。ヘッドシャーズ、ヘッドシャーズ。投げた。キーロック行きましたね。キーロックですね。この前の3月ですか。これを岡山での試合でね、はい、ジャイアント持ち上げましたからね。そうですね。そしてその写真がですね、アメリカのレスリング誌に大々的に載りましたね。表紙に載ってましたね。まあこれを持ち上げるのはね、カールゴッチとね、はい、まあ、このジャイアントぐらいじゃないですかね。そうですね。まあ、ジャイアントもね、こんなに力があるんだってね、はい、まあ、一つ見せ場作るでしょうね。そうですね。さあコーナーサイド、コーナーサイド、ともにロープに足はやりません。キーロック、アントニオ猪木のキーロック。まあキーロックというのは非常に回転しないと、ローリングしないと効果がないと言われますが、このローリングはちょっと無理ですね。潰されますからね。さあエビの体勢、これは苦しい、苦しいぞ。持ってきますよ。持ち上げましたね。持ち上げた、持ち上げた、持ち上げました。ジャイアントは持ち上げた、持ち上げた。キーロック、アントニオ猪木のキーロック。過去カールゴッチ、そしてジャイアント以外には持ち上げたことはないという猪木のキーロック。そのまま崩れ落ちた、崩れ落ちた。エプロンサイドからリングした。まだキーロックがかかっている、キーロックがかかっている。ジャイアント、そしてアントニオ猪木、館内総立ちになりました。館内総立ち、館内は総立ち。キーロックがかかっています、キーロックがかかっています、キーロックがかかっている。猪木はキーロックは外さない、猪木はキーロックは外しません。
31秒19秒、ね、上がったと思ったら両者ですね、両者リングアウトですね、両者リングアウトですね、両者リングアウト、まあリングアウト、そしてまあこれは引き分けということになりましてね、引き分けの防衛というのは過去アーニーラッドだけでしたね、両者リングアウトですね、まあ、アントニオ・エリク選手の防衛でございます、大巨人にもフォールは奪うことはできませんでしたが、まあ、非常に作戦的にはチャンピオンが優勢に進めてましたね。過去ストロング小林、アーニーラッド、タイガージェットシーン、ジョニーパワー、大木金太郎、アーニーラッド、ストロング小林を破りました。アントニオ猪木、9度目の NWF 世界を防衛いたしました。ついに世界に敵なし無冠の王者アンドレ・ザ・ジャイアントと、まあ、猪木さん、引き分けということで NWF9 度目の防衛を果たしたわけなんですがね、まあ、非常に苦しい試合だったですね。そうですね、本当に今まで初めてですね、こんな苦しいのだったのは、まあ、ところで今回のですねブラジル遠征は、まあ、日泊親善という意味で大きな成果をもたらしたと思うんですがね。そうですね、まあ、まず第一にサンフランシスコグランドオフィシャルという日本でいうと最高文化勲章という、そうですね、それをまあいただいたのと、うん、それはまあ小野田さんと非常に打ち解けて対談ができてね、はい、まあ、話題が尽きなかったんですけどね、うん、まあ、今後ですね、まあ、75年もですね、はい、ブラジル遠征そういう予定もありますか。そうですね、まあ、今回の目的が奨学資金、うん、まあ、これからブラジルからあるいは日本からどんどんその勉強したい、あるいは日本を見たいということがあれば我々みんなでその力を合わせてですね、そういう方の援助をしたいということで、試合後早く毎年来てくれということで、うん、まあ、来年は一番いい時期を選んで行こうということで今見学中なんですけどね。まあ、ブラジルのスポーツ界でもですね、今回のジャイアント戦9度目の防衛戦非常に大きな話題を呼んでですね、サッカーのペレなんかもおめでとう言いに猪木さんの車で駆けつけましたね。翌日ちょうどペレのパーティーもありまして、ね、それに呼ばれて、まあ、非常に、まあ、プロレスこの何年来非常に、まあ、盛んではあったんですけどね、まあ、あまり、大きな試合が行われたということでね、大変な、まあ、今後ブラジルはプロレスのブームがね再び起きるんじゃないかということで皆さん期待してます。さあ75年の世界統一に向かってまた一歩前進する年が来るわけなんですかね、世界のチャンピオンとして猪木さんの抱負を一つ。さあ、まあ、まず大変な年であるということですね、うん、で、まあ、一番大一番はやはり坂口君とこれは決着をつけなきゃならない、うん、まあ、その前にですね、まあ、馬場さんにどうしても挑戦を受けてもらって、うん、日本の統一というものを図っていきたいと思います。